はい、どうも、モノです。私はですね、ここを見ていただければ分かりますでしょうか。私ですね、成田空港の第一ターミナルに来ております。ということでね、もうこの格好を見ていただければ分かると思うんですけれども、私今回ですね、WBC の準決勝と決勝、はい、こちらをですね、観戦する予定でございますので、今からですね、アメリカマイアミにですね、伺いたいと思います。ということでですね、昨日ですね、日本とイタリアがですね、行われてですね、もう本当テレビで昨日見てたんですけれども、もうこれは行くしかないなっていうような感じで、それでね、私東京ドームでもね、日韓戦とチェコと中国はですね、見まして、はい、こちらちょっと皆さんに改めて自慢させていただきたいんですけれども、はい、私 WBC のですね、非常に貴重なですね、はい、ボール、ファールボールってゲットしたので、はい、持っております。ということで、すごくかっこいいですけども、これをですね、ちょっと今回マイアミ持ってですね、魂込めてですね、こうサポーターの一人として応援しに行こうかと思っております。ということで早速なんですけれども、もうちょっとここはまだ寒いんですけど、半袖でね、中の方に入ってですね、チェックインしたいと思います。今ですね、時間はですね、はい、14時24分でございます。残念ながらね、日本から今マイアミ、アメリカマイアミ直行便券ないんですよね、ということで、選手たちはね、JAL でもう試合が終わった直後にですね、その夜にチャーター便の、JAL のフライトでマイアミ、行ったらしいんですけども、こうサポーターに関してはですね、もうどっか経由して行くということになります、日本からだとね。ということで、私はですね、どこをちょっと経由するのか、タイトルサムネ分かってるかもしれないんですけども、ちょっとですね、今回非常にルートは迷いました。ということで、じゃあちょっとタイムスケジュールを見てみましょう。いろいろね、アメリカとなればワシントンとかもありますし、サンフランシスコ、シカゴ、ヒューストン、結構ありますね。この時間帯に ANA は結構飛ばしてるみたいです、アメリカ便をね。それで今回私どれがちょっとね、乗るか、ここに載ってるんですよ、リストで、わかりますかね、ということで、今回私はですね、実はアメリカではなくてメキシコシティを経由して今回マイアミに向かいます。ということで NH180 便ですね、はい、こちらで伺います。ということで、私のですね、便をちょっとパソコンで今見てるんですけど、こちらになります。はい、ということで、メキシコシティまでということで、はい、メキシコシティからカンクンに関してはアエロメヒコで向かいます。こちらも航空券手配しております。それ今回なんですけども、エコノミーで、ね、予約しておりますけれども、実はですね、こちらちょっと見ていきたいですけれども、そう、アップグレード空席待ちという感じにしてるんですよね。昨日ね、もう24時間切ってたんでね、電話して申し込んでみたんですよね。そしたら空港でですね、座席が空いてればチェックインの時にアップグレードしてくれるということで、今のところね、空いてるみたいなんで、おそらくオペレーターの人が言ってましたけども、いけるんじゃないかみたいな。でも保証はもちろんね、できないということでした。ということで、果たして私はメキシコまで結構長いですからね、もちろんアップグレードされてほしいなって思いますね。できるかな、果たして。じゃあチェックインカウンターでもう答え合わせが出るって感じです。だからめちゃめちゃドキドキしてます。今エコノミーで行くかビジネスで行くかみたいな感じで、うわー、どっちでしょう。エコノミーはこんな感じです、真ん中席は空いてるんでね、満席ってことはないですね。ここも3列席で空いてますしね、ということで、私はね、多分前回もね、メキシコ行くとき取ったと思うんですけど、この後ろの2列席ですね、はい、こちらをですね、一応エコノミーで確保してます。もしダメなら こっちで行くことになります。今のところ横空いてますね、はい、でももう成田空港はめちゃめちゃ人がおりますね。WBC を見に行くぞっていう人は、見た感じだとそんな雰囲気の人はあんまりいないです。でもね、たくさんの方がね、やっぱりマイアミを買って応援っていう方も多数いらっしゃると思います。ダイヤモンド海岸初めて利用するんですけども、はい、ここでですね、無駄にチェックインしようかと思います。では行きましょう。これ行きましょう。はい、こんにちは。持ってないです。はい、すいません、メキシコシティまで。メキシコシティまで、はい、ありがとうございます。本日ビジネスクラスのアップグレードご予約いただいておりまして、はい、ご案内ができそうなので、ご案内させていただきます。ありがとうございます。ちなみに窓側座席って空いてますか。はい、確認いたします。
今ご案内できそうなので。よかったです、はい、ありがとうございます。はい、ありがとうございます。おすごいね。ということで無事アップグレードしてくれました。ありがとうございます。ということでアップグレードポイント10ですね。まあ、20のうち10使うっていうのは、うん、まあでもね、もう今月切れちゃうんでいいでしょう、はい、ということで無事取れてよかったです。嬉しいです、はい、それでこっちが領収書ですね。ではこれでもう心置きなくはい、メキシコまでとりあえずは、はい、行けます。ではもう今から出国しようかと思います。出国もこんな感じで、はい、特別な感じになっ なっております、はい、では行きましょう。今日はちょっとね、まあ、フライト日和とは言えないですけど、まあ、マイアミはすごいいい天気のことでしょう。じゃあ向かいます。行きます。無事ですね、出国もできましたので、今からですね、まあ、時間もありますので、はい、ちょっとラウンジの行きたいと思います。まあ、こちらのですね、まあ、ユニフォームを着ているということもありまして、ありがたいことにですね、お声掛けもいただきましてですね、私のことを知っている方にですね、その方もちょうどね、WBC をですね、今から見に行くということで、その方はですね、ワシントン経由で行かれるということなので、ね、本当にもうね、マイアミ直行便がないので、その分、まあ、皆さん行き方いろいろみたいな感じですね。うん、私もね、ワシントン経由もあるのっていうの気づかなかったんで、確か ANA 飛ばしてるんでね、ちょっとそっちもね、考えてよかったなっていうふうに思いましたね。一般的には多分でも一番スムーズなのが多分ロサンゼルス経由かなっていうふうに思いますね。はい、ありがとうございます。受け付けてお待ちくださいませ、はい、こんな感じでいいですね、うん、ではいただきます。なんか勝負にカツカレー的なやつ食べなかったんですけど、カツ系はなかったんで、はい、もう自分の好きなものを食べました。帽子も今回取ってきました。アウェイなんで少しでもまあね、ちょっと雰囲気を日本にするために、はい、バッチリ揃えております。ではちょっと脱いでいただきましょう。今かき揚げがちょっと太るかなと思ってとろろにしました。マイアミは行ったことないので、それもちょっと楽しみですね。普通に今選手たちのチャーター便は JAL で今回行くんです、ね、向かっているみたいなんですけど、うん、あと少しで着きますね。直行便だと13時間ぐらいかかるみたいですね、うん、すごい追跡が今世界一位だフライトレーダーで1万1000人ほとんど、ね、まあ、日本人だと思いますけど見られてるみたいです。そう、ちょっとゆっくりいただきます。明日出発で決勝戦終わって次の日日本に帰るみたいな航空券に関しては最安値でも30万円とかします。便はねあるんですけども、うん、ただワールドカップの時見たよりはまだ全然マシかなと。もともとアメリカ便はね多いと思いますので、はい、そんな印象です。うん、今日明日明後日ぐらいでそれなりの人が行くんじゃないでしょうか。でもちょっと遠い、でもやっぱり遠いですね。WBC のチケット自体は、まあ、転売価格になると思いますけどね、買えないことは決してないんです。次のこれですね、20日セミファイナル2ですね。日本と、まあ、メキシコかプエルトリコ、うん、ここのね、ここはダメなんですけど、このシートギークってやつで今290度だか126度とかもある。あ、意外結構安い、100度、あるな、こういう外野席とかであれば、うん、私もこれで一応押さえております。バックネット裏とかだったら1500ドルとか、うん、そういうぐらいで売ってます。ゆっくりしてきたんで、うん、早く向かおう。54番ここから近いなということで出発です。ということでちょっとね、マイアミまで長い旅詰まりますけれども、はい、メキシコまでよろしくお願いします。こちらが機体になりますね。それでコロナ前であればね、これが最長路線だったんですけど、成田メキシコが一番長いフライトだったんですけれども、今はもうでもロシアの影響でヨーロッパ便が北極圏系になって、ね、時間と距離はもう圧倒的にそっちの方が
あれですね、上回ってますね。マイルが貯まるのはこちらですね。一発乗れば一番マイルが貯まるのはこの ANA のメキシコシティ便です。ということで ANA メキシコシティにも飛ばしてます。過去にエコノミーとプレイコア乗ったことあるんでね、楽しみです。今回ビジネスで、はい、優先搭乗始まりましたね。結構あれですね、日本の方も多いですけど、どっちかというとなんかメキシコにの方とか、はい、が多いかな。まああのね、前回も言いましたけど、この便ってアメリカを経由しなくていいんでね、メキシコシティの方が、アメリカはね、取り次ぎのビザが必要だったりするんで、パスポートによっては使い勝手が良かったり多分するんですよね。よし、じゃあ乗り込みましょう。はい、ありがとうございます。ビジネスクラスの旅行に来たら素晴らしい。めっちゃ嬉しい。ここがまあ窓側といってもあれですね、通路側。それでこの前方の座席はあれですね、まあ、本当に窓に近い窓側って感じですね。こう入り組んでるような形になります。まあ、いつもこっち撮ってるんで、ね、今回はまあこちらにアサインされましたけど、たまにはこっちもいいですよ。よしということで、でもここだとあれだな、ちょっとあんまりプライベート感はないな。あと真ん中のこの王様席ですね、212になってるみたいですね、ここいいな、ぜひ乗ってみたい。はい、ちょっと後でもですね、説明しますけれども、こちらの機体はちょっと特殊なものとなっておりまして、国際線の787でも240席あるタイプと184席あるタイプと169席あるタイプが3タイプがあります。その中で今回169席の、ものとなっております。シートマップ見ていただければ分かると思いますけれども、スペース的にはですね、もう半分ぐらいはもうビジネスクラスの座席となっております。お、いいね。ということで恥ずかしいんで、じゃあ戻しましょう。離陸前です。よろしければオレンジジュースとスマート。じゃあオレンジジュースいただきます。はい、どうも。はい、ありがとうございます。コーラが飲みたいですね。ご搭乗ありがとうございます。もしやマイアミに行かれるんですか？あ、そうです、そうです、はい、今日はそのようなお客様が数名いらっしゃいます。あ、本当ですか？じゃあ一緒のルートはいるんですね。あ、はい、羨ましい限りでございます。あ、そうです、ちょっと行ってまいります。こちらがうちに動き始めました。ここからやっぱりちょっと窓が遠めですね。言い忘れましたけど、はい、ボーイング787でございます。こちらの機体はちょっと、ね、メキシコシティの空港が高度が高かったりとか、まあ、長距離ということもありまして、ちょっと特殊なですね、787になってます、ね、飛行機っていろんなところに飛ばして、ね、ロサンゼルス行ったりシアトル行ったりみたいな運航されることが多いですけれども、もうこの機体に関してはもうメキシコシティと成田空港をひたすら往復しているというですね、感じになっておりますね。1時間ほどところどころ揺れが入る見込みですが、
今後は安定して機嫌の回復できるものと予想しております。というわけで、まもなく試合に出てございます。ゲームです。いや、緊張しますね。WBC を行うマイアミ、こう見ると、ね、はい、メキシコシティは、ね、ね、あの乗り継ぎもなんかいい感じそうですよね。まあ、ただ多分ロサンゼルスとか経由した方が早いかな、あの、うん、早く着くかな。もうアメリカでもかなり走る方です。あ、ありがとうございます。メニュー、じゃあ見てみましょう。コンセントがないなと思ったらここにありましたね。隠れてる、この隠れてるのはね、すごいですけど、この iPod っていうあれですね、こんなケーブルあったっけ。あ、これで聞けるんだろうな。でもちょっとね、まあ、今だとあんまり使わない端子だと思うんでね、ちょっと古めかもしれないですね。和食なんでコーラよりもお茶ということで、あったかいグリーンティーいただきました。じゃあ私はわさび醤油が好きなので、そしてよし、地上のお店で食べるのと変わらないぐらいの美味しさですね。いいかも。
後で出てくると思いますけど、ここでご飯と一緒に食べたくなりますね。あとすき焼き、こちらで、はい、はい、あ、じゃあ真ん中のやついただきますか、はい、甘い、そりゃそうか、紅茶とよく合います。たまには紅茶もいいもんですね。リリックして1時間半ぐらいですかね、まったりとした気合いですね。はい、ということで、ね、食事食べ終えたらちょっとだんだん暗くなってきた感じですね。じゃあもうあと現地着いて、疲れてるわけにはいかないんで、ね、まあ、それじゃないとビジネスそんなにいないんで、ぐっすり寝ようかと思います。はい、だいぶ寝ましたね。日本時間だと夜0時とかで、すいません、今日ねプレミア公開が UPS があったんですけど、ちょっと機内でなんとか見ようかなって思ったんですけど、ちょっと見れずという感じでネットが繋がってないんで申し訳なかったです。はい、ということで、もうここまで来ちゃいましたね。すごい、あと3時間30分です。ただこっちはだんだん日が出てきて、若干ここ2時とかなんで、すいません、じゃあ活動いただいてよろしいですか。はい、というのでちょっとじゃあ見てみますか。まあ、一風堂もねやはりありまして、あ、すいません、じゃあこのカツ丼いただいてよろしいですか。はい、あ、冷たいお茶もらえますか。ということで、本当はね頼む予定はなかったんですけど、本当にただねやっぱりちょっとカツ丼ね、がある、まあ、カツ、さっきラウンジで言った、まさか機内にカツ丼があったんで、まあ、勝負にやっぱり今回勝たないといけないんで、もうただそれだけで頼んじゃいました。肉塩のやつなんで、ね、植物性のやつで作ってるやつだと思います。はい、じゃあ勝負に勝つ、どう。あ、でもダメ、もうこれでも普通に勝つですけどね。全然うまい、これで間違いなく勝つでしょう。はい、だんだんね機内も明るくなってきました。最近はもうヨーロッパ行くのはめちゃくちゃ遠く感じるんで、メキシコシティ戦も以前乗った時はねかなりやっぱり長いなと思ったんですけど、
まあ、今回はこの横の座席になっているというともちろんあるとは思いますけど、あのなんかもう着くのかみたいな感じですね。まあでもまだ2時間半ぐらいはあるんですけど、ということで快適に移動しております。だんだんちょっと眠くなってきましたけど、ここはだんだん機内は一方で明るくなって、多分食事の2回目の食事の提供っていうのが入るんだと思います。あ、はい、ありがとうございます。よし、じゃあちゃんと起きますか。さっきの活動がまだ残ってますけど、まあでもちょっと夕食に行きましょうか。バカも続いたので、よし、じゃあいただきましょう。お米食べ過ぎたなって思って思ったんで養殖にしたんですけど、リゾットもあれですね、お米ですね。それというのは現地ではちょっと風邪ひかないようにね、過ごさないといけないですね。いやでも選手たちももうね、あのこのもうマイアミに到着して、もう早速多分寝てると思いますけど、あれももしかしたら練習とかしてるかもしれないですね。もう試合はさ3日後なんですぐですね。ちょっと気合い入れますか。はい、ということでアメニティはこんな感じです。前回と一緒かな、色違いです。合いますか、合いますか、閉まりました。じゃああと食事も食べ終えて、前もらって VIP もらったやつです。これを取り込むか、グローブ持ってきました。あの前回あのファールボールが当たりそうだと怖かったんで、今回はキャッチしようと思います。佐々木お気をつけて、乗車の時間までお会いしてください。
Good afternoon, welcome. 匂いが違うな。メキシコっぽい匂いだな。なんか香水みたいな匂いかな。なんということで、シーさんにも頑張ってきてくださいと、いうことを言っていただいて、シティの空港に行けるとはいいですね。メキシコに到着しました。ではこれからマイアミです。はい、ということでメキシコ入国でできました。これです、ターミナル2。セブンイレブンがありますね。スタバも。もう気持ちいいな。半袖入れてたんですね。マイアミはこんな感じでしょうか。これですね。買います。あ、ここも覚えてるな。懐かしいな。ペルーとか、ね、キューバとか行ったことあるんですよね、よし、じゃあスカイプライオリティなんでここでチェックインしましょう。なんかオンラインでしようとしたんですけどエラーでできなかったです。At the station for and your vaccine card. Ah, vaccine card. Okay. というので、いろいろアメリカ入国はちょっと面倒くさいよ。ということで、素直にもう、ね、アメリカ経由で来てもよかったなと思いましたね。ちょっと面倒くさかったね、メキシコ経由。もう入国しないで行けるかなと思ったんですけど、そうはいかなかったです。Thank you, sir. Muchas gracias. Yeah.はい、ということで無事チェックインできました。ではもうメキシコは去ります。わずか1時間ぐらい。タコスも売ってるけどうまそうだ。覚えてる。そう、上にラウンジがあるんだよな。そう、よう覚えてた。ということでじゃあ行きましょう。お、なんか本格的な寿司屋がすごい。日本にあってもおかしくない。イワシ。日本にね。名前はイワシ。東京は今朝の7時、6時、4時です。
じゃあぼちぼち行きますか。56番からマイアミ出発です。ついにマイアミ。それでは今から接近の旅です。それでね、この路線ね、誰も多分日本人とか日本人は乗ってないかなと思ったんですけど、ちらほらいらっしゃいますね。うん、ということで、やっぱりマイアミに行く人は日本人が多いですね。English. English, okay. Your luggage or carry-on was always with you? Yeah, of course. Thank you. Thank you. はい、というわけで高度はあれですね、1000メートルぐらいと思ったら2200万だった。すごいな。綺麗だ。
Aeropuerto Internacional de la Ciudad de Miami. Para su información, la hora local es 11 de la noche con 11 minutos. For your information, local time is 11 minutes past 11. For filling your next air travel plan, a special appreciation goes to Club Premier customers flying with us. With your travel plan going forward, consider additional destinations. We wish you safe and pleasant travels. Thank you. A special appreciation goes out to Club Premier customers flying. になるとまあちょっとなるかなと思ってたんですけども、離陸する前が 4-0 だったんで、これはないなと思ったんですけど、まさかなんか多分内容見てないですけど劇的な内容になってるんじゃないですかね。かなり盛り上がるので。この服着てたら空港スタッフの人も「あ昨日来たよ」みたいな感じで「写真撮ってもらったよ」とかね「日本人今日たくさん来たよ」みたいなそんなこといっぱい言っていただきました。はい、ということでマイアミ空港に到着しました、もう夜ということもありまして、はい、0時4分かなり落ち着いてますね。もう0時か、はい、ということでちょっとね到着してからあれなんですけども、テレビ朝日からもちょっとねレポートが良かった欲しいみたいな感じで言われてて、ちょっとその素材とかそういった情報っていうところ、まあ、ここまでの渡航の情報ですね、はい、ちょっと提供したのでちょっと提供させていただいたので、ちょっとそれを先に見たっていう方はもう全部ネタバレになってるかもしれないですけど、ただまあでも、ね、まあ、それがちょっと使われてるか分からないですけど、ちょっとそんな話もあって、ちょっと到着後はい到着後ちょっとここで1時間ぐらい過ごしておりました。それでねいろいろですね話しかけてくれる方もいらっしゃって、この船服着てたら昨日ね、そうここに選手たちが実は、まあ、こうゾロゾロってできたらしいです。すごいよね。それで日本のサポーターの方もね今日の朝とかなんかめっちゃ来てたみたいです。ということでちょっと私はねだいぶ遅れて、多分でも明日とかも来ると思うんですよね、どんどん ここの玄関口で、ということで多分楽しみですね、ということで夜だいぶ遅い時間になりましたね。1時23分もう誰もいないっていう状況なんですけども、もう多分フライトもないよ、でも待ってる人もいるんだよな、ちょっとホテルの方にもう今からですね向かいたいと思います。はい、はい、ということで今回なんですけどスプリングヒルスイーツ、多分ねニューヨークでね以前泊まったことありますけども、おなじみのマリオット系列のホテルにちょっと宿泊させていただきます。まあそこそこ近くで、ここはね多分マリオット系列で一番球場に近い、15分ぐらい歩いたら行けるようなところなんですけども、ということでもうちょっと今からもうウーバーで、もうこう夜ということもありまして公共交通機関2時間とか出るな、もうここは仕方なくウーバーで行きましょう。はい、あ、イエス。
This one, please. Thank you. おー、すごい。そうです。Yeah. Yeah, Tony going crazy. Yeah, yeah, great. いやでも長かったな。日本からね、もうなんか、超長旅した気分なんかあって、でそんなに疲れてない。やっぱさっきのフライトで寝れたっていうのはでかいかもしれないですけど、でも疲れてるんだろうな。広い。あ、広いな。こちらが今回のお部屋になります。球場から一番近いところを手配しましたけれども、周りはもう何もない、さそうっていう感じです。一応名前はダウンタウンっていう風な感じついてるんで、ね、それだったらなんかいろいろレストランとかあるかなと思ったんですけど、ちょっと厳しそうな感じです。まあ、ちょっと今回はでも、もう野球重視っていうところにしたんで、はい、ここをチョイスいたしました。はい、感じのホテルです。でも十分広すぎるぐらい贅沢な空間だと思います。時間かったね。ということで試合は今日がですね、3月18日現地時間で夜2時になりますので、ごめんなさい、パッと頭を回ろうも。大体いつもね、私のスケジュール的には今日着いたらじゃあ明日の試合ですみたいな感じなんですけど、今回ちょっとかなり余裕があって、今日、まあ、寝てもまだ18日で、その次の日も次の日もまだね日本戦にはなっておらず、そのもう一つの準決勝ですねが行われるということで、一応そのチケットもね取ってるんで、ということでそれであと決勝ですね、はい、がね行われるということなんでね、はい、ちょっとしっかりちょっとごめんなさい、これだけせっかく帽子もあるんで、よしということで頑張れ日本というので、しっかり私応援していこうと思いますので、ぜひですね皆さん楽しみにして、現地のね雰囲気っていうところ楽しみにしていただければと思います。ということでこんな感じで、ね、今回の動画を終わりたいと思います。長い動画だったと思いますけれども、最後はねご視聴いただきましてありがとうございました。もうここまで来たら2勝してもう日本ね優勝してほしいです。 WBC、ね、日本優勝し、では今日はゆっくり寝ようかと思います。それでは、はい、どうも小野です。私はですねここを見ていただければ分かりますでしょうか。